2020年春のスペシャルその1、はい、久しぶりの映画特集。あ、もう久しぶりでございますね。よろしくお願いします、はい、でまずは、はい、去年の暮れに、うん、念願の映画の都ハリウッドに行かれたそうで、うん、いや行ってきました。その土産話、もうついに行きましたね、うん、でねやっぱりね、うん、ハリウッド着くまでにね、うん、いろいろ看板があるじゃないですか。はい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 、映画の看板とかがね、うんうん、やっぱりそこにね、うん、ネットフリックスが増えてきた。はあ、まず、なるほどね、うん、アイリッシュマイとかなんとかね、うんうんうん、もうこれネットフリックスのマークついてるやつばっかりがこう増えてきてるから、うんうんうん、やっぱ金もあるし実力もあるんかなっていう感じはまずしましたですね、うんうん、変わってきてますな。変わってきてる変わってきてる、うん、でまあ行ったらまずやっぱり手形足型のチャイニーズシアターが行っとかなと思うんで、うんうん、まあそこを行ってまあいろんな方をねこう見て、うん、あこれがジュディ・ガランドかとこう見ながら、うんうん、でまあそこにもチャイニーズシアターという映画館がありますから、うんうんうん、まあそこも行っとこうと思って行って、でそこは割とね普通のまあ言ったらシネコンやったんですよ、うんうん、あんまりそんな中はもうあれだなとこう思ったんですけど、うんうん、その筋向かいにエル・キャピタン・シアターっていうのがあるんですよ、はいはい、でここもなかなか由緒ある映画館で、うんうん、まあ言ったら本当にその小屋として建物が映画館っていう、もう中がもうすごいねこう、うん、オペラハウスみたいなこう内装の天井で1階席2階席とかがあってかなり大きなとこなんですね。で舞台もまあちゃんとあって、うん、まあ、古くはいろんなワールドプレミアがされてますので、はい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 、マリリン・モンローが来た時の写真とかジェームス・ディーンが来た時の写真とか、なるほどね、そういうのがもう1階2階のロビーにも所狭しと飾ってある、うんうんうん、で私そこでスター・ウォーズを見たんですけど、はいはいはい、で入ったらね、うん、まずねストームトルーパーが2体ほうほう、うん、お出迎えでうろうろしてる。はあ、今日はなんかあるんかいな、何もないのに、うんうん、何も書いてないですよ、うんうん、入り口も何も書いてないけども、うん、で2人こううろうろしてなんかこう銃持って一緒にこう写真撮ったりとかしてるんです。だからなんか地下にねなんか展示場があるって言って、はい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 、行ったらねスターウォーズのいろんなね歴代の衣装とかがへショーケースにザーッと飾ってあるんですよ。はあ、すごいなと思ってね。ということは上映作品によってそれも全部展示が変わってくるかどうかわかんないんですけどね。その時だけやってたのか、そうか、もうスターウォーズゆかりのっていうことになってて、そしたらもう映画がね始まる前に、珍しいのがね始まる前に幕の横からちゃんと司会の方がはあさて皆さんみたいな感じで始まるわけですよ。はい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 、はい、で出てきて、うん、でまあこっちもようわからんけども、うん、まあスターウォーズ今から、うん、やりますよと、うんうん、でこんな感じの映画ですよみたいなことを言ってるのかどうなのかわかりませんけどまあ 2,3 分ちょっとこう喋ってこう始まりますみたいなのやったら幕がね、うん、1枚2枚3枚開くんですよ。まず今もう幕があるスクリーンってないじゃないですか、ね、うんうんうん、それが縦に開き横に開き縦に開いて、はあ、すごいですよ。で開いたらそこにねスターウォーズ by エルキャピタンシアターって書いてあって、はい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 、そのロゴですちゃんとあるんで、はいはい、スターウォーズのね、はいはい、普通そんなことできないじゃないですか、うんうんうん、そこに by エルキャピタンシアターって書いてあって、うん、でその始まる直前にレーザーショーがなんとかとかって言ってたんですよ、はいはいはい、その司会の人が、うんうん、そしたらそのスクリーンにはまあそのタイトルだけ流れてるんですけど、うんうん、なんかスターウォーズの組曲みたいなのが流れ出して、ほう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 、至る所からレーザー光線が出てレーザーショーが始まったんですレーザーショーがで僕2階の一番前で見てたから、うんうん、まあ、よう見えたんですけども、うん、7、8分あるんですよ。ほうほうほう、のその7、8分が終わって、まあ、音楽が盛り上がってふわーっと終わってシューってなって、うん、あのルーカスフィルムとかが出てきて、はいはいはい、ジャーンってなったらもうめっちゃ盛り上がるんですよもうなるほどね。これでね普通の値段っていうんで、はあ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 、別に特別な値段でも何でもない、ね、何でもなく普通の値段で、これは値打ちがあるなという映画館でしたね。なるほどね。うん、まあいろいろ言われてるスターウォーズ、はい、新作、はい、やっぱり見るとこが良かったら違いますね箱が良かった違いますね。いや僕その前日は前日で、うん、だからそのチャイニーズシアターでも見てるんですよ。あ、なるほど。でその前日曜はね、言葉もわからんとあかんから、うんうん、中身もわからんとあかんから、うん、とりあえず2本で見といてあこんな話なんだなと見といて、で行ってチャイニーズシアターはもう普通のとこでね、うんうん、
まあ、そこはそんなわーっと盛り上がることもなく、うんうんうん、まあほどほどの日本で見てる感じの近いような感じですね、うんうん、ただやっぱりその劇場の盛り上げ方が違うと、まあ、そこに来てる人もそういうものを期待してそこに集まってるのかどうか分かりませんけども、うんうんうん、盛り上がり方がちょっと違うんですよね。なるほどね、うん、もうそれも含めてエンターテインメント、そうですね、うん、これはなかなかね素晴らしい劇場やったなと思いますね。他には、他はね、うん、ユニバーサルスタジオはあるじゃないですか、うん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 、でまああれはあれでいろいろアトラクション的にあるんですけど、うんうん、パラマウントスタジオっていうのもあるんですね、あの山の星側、はいはいはい、これはあの事前に申し込んでおいたら、うん、見学外見、なんか6人乗りぐらいのカートに乗って見学行っても1万ぐらい取られるんですけど、で、6人なんで、うん、まあ、私1人で行ってるんでね、うんうん、であと5人はなんかね、うん、あの女性5人組でねおばちゃん5人組のねもうみんな森久美子さんみたいな人それ5人とカートに乗って、でパラマウントスタジオも、うん、あの昔の撮影そのままに、うんうんうん、あのセットは残してはるんですよ、はい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 、で今はもうあんまり映画の撮影やってなくって、うんうんうん、テレビの撮影が多いんで、ね、いろんなそのテレビドラマのセットがそのまま残ってるところと、うん、あとオープンセットがありますんで、でそこにこういろいろカートで回っていきながら、うん、その案内してくれる女性の方がタブレット大きいの持ってて、うん、ここでこれが撮られましたっていうので、チャールトン・ヘストの10階のあの、はいはいはい、海が割れるシーンはここのプールでやりましたとかね、あ、この喫茶店でこのグリースのオリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラブートのこのシーンですみたいな、こうおーとかこう思いながらね、こうそれがなかなか値打ちがありましたね。かなり広い、広いやっぱり、うん、だからずっとこう案内してもらいながらねもう回りますけど、やっぱり3時間はかかります。3時間かかります、3時間かかりますよ、そら。もう中のセットも入りますしね、セットも入って降りて次このセット入ってとか行きながら、それでまたねオープンセットも見ていってみたいなあったら大体3時間ぐらいかかりますね。まあカート乗りながらやったらあちこちでそんなに待たされることはないっていう、それはないです。それで日本人は来てないです、まず。はははは、そのおばさま方は向こうの人、うん、向こうの人たち、完全にだからもう地元の人たち、うん、地元というかまあ、うんうん、地域の人たちなんかがこう、うんうん、社内旅行でもね、地域のまあ婦人会の旅行みたいなのありますね、うんうん、なるほどね、そうね、まあ、日本で言うたらあの渦政行くような感じねそんな人がたくさんいる、だから割と高齢者の人の団体が多い。どっか地域の集まりで来てますみたいな感じのね。それでも最初の始まるとこなんかはなんか歴代 の, そのパラマウント映画のこういろいろね見せてくれたりとかね、そういうのはしっかり作り込んでるのを見せてくれるから、それはそれで楽しいんですよ。なるほど、もうそれは堪能できますよ。で事前に申し込まないといけないの で,、うんうんうん、でそれでも旅行会社通じてやったら行けますから、あパラマウントのこれ行きたいとか言ったらあの申し込んでくれるんで、これはちょっとおすすめかなというところですね。まあ1万円ぐらいするって言うても、うん、全然値打ちはあります。映画なんか好きな人やったら値打ちがあります。ねえ、うん、まあ、大阪 USJ 行ってもね、まあそうですね、今やそこそこ取られるから、もう 3,4 万いりますから ね、もう全部を堪能しようと思えばね、うんうん、そう思えばいいかな、ね、まあユニバーサルはユニバーサル行きましたけど向こう向こうでも行きましたけどもまあやっぱりパラマウント向こうしかないんで、うん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 、そういうのも行ってこうかなっていうね、やっぱりさすが映画の都っていう、そうですね、感じかな。うん、その雰囲気はね、もう本当に、うん、どうですかね、その観光地化してるところはありますけどね、うん、そのメイン通りっていったら、まあ、いろんなその映画のグッズみたいなのこう売ってるところがありますけど、うんうんうん、そこには映画館って言うほどそんなになくって、うんうん、まあ、あのシネマ博物館いうのもあって、うんうん、それはね、割とよくできてたなと思ったんですけど、たまたまね、行った時にね、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーの、うん、展示があったんです。はい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 、はい、そしたらね、デロリアンがね、うん、2台置いてるんです。ほう。あんまりその1台置いてますっていうのは見たことない、うんうんうん。2台置いてるのは見たことないです。うんうんうん、でパート1とパート3のやつをこう飾ってて、で、あとその監督とか脚本家が使った台本でここにこうなんかこう書いてあるメモ書きがあるみたいなやつとかね。なんか消えかかってる写真はこういう風な連続のこれを使ったとかね、うんうんうん、あのホバーボードはこれ実際に使ったやつですみたいな、うんうん、もう至る所に展示があるんです、うんうん、で写真撮っても全然 OK これはなかなか良かったですね。なるほどね、わかりました、はい。
ではこの続きは今度ということにしたいと思いますね。はい。